はい、皆さん、毎度毎度。はい、サムノスケ先生、またコメント返しね。毎度毎度。このコメントは、1時間かかったカットのところに来たコメントだね。1時間、これ、長いんだか短いんだかね。みんなの店だと、どうなんかな ?1 時間かかる人っているのかな女性美容師さんだと喋り込んでね、1時間近くかかるってうのはあるかもしれないけどね。あと、男性美容師もね、喋り込んじゃって、もう、のんべんたらりとわざと1時間 カット内容よっていうかもうおしゃべりで1時間ってのはあるよね。サムノスケ先生はね、ベテランらしくね。まあ首の短い方、肩や背中の大きい方はイメージね、しにくいだろうからクロスを外しながら、まあね、立たせて見せて、まあ納得させながら切りましょうとね。まあさすがベテランだよね。あの時のお客様だけど、昔からもうずっと来てんだよね。 で、ドツボにはまるときはもうはまっちゃうのよ。はまんないときもあるし、もうはまるとああいうことになっちゃうんだよね。二人してね、切ってみなきゃわからない。切ってから考えようみたいな感じでね、もう始まっちゃうのよ、仕事が。だからね、二人してね、頭使ってないんだよね。<laughs> 余計にね、時間がかかるんだよ。まあ、サムノスケ先生ね。 何が似合ってるのか頭がこんがらがっちゃってますからね。まあ、これのね、対処の方法ね、お客様に対してね。カット、クロスを外してね、直に見せる。立って見せる。ね、姿勢よくてさせて見せる。まあ、そういう時に限ってね、パーカー着てきたりね、分厚いやつね。背中にもうさりとね。<laughs> あと女性なんかやっぱり首周りが寒いからハイネック着てきたりね。まあ、冬場ね、着てくる洋服ね。ハイネックだったらま、それほどでもねえけど、そのパーカー 背中にもっさりあるやつ無限とも言えさしさ、下はさ、何着てんのかわかんないけどね。それこそうちのさ、お掃除のお姉さんが着てくるような白いあのパーカーで背中にもっさりさ、分厚いのがね、あるやつあれでさ、まあ、もうあんなっちゃうとしょうがないよね。カットも正確には切れないし、今今時、揃えて切るってことはないから毛先をね。 自然な不ぞろ感出すから、まあ、どうってことねって言えばどうってことねえけど、やっぱりあの背中のパーカーのさ、固りってな気になるね。まあ、まだ着てきてもらいたくない洋服だね。お客様がね、頭が混乱して何がどうなっていくかよくわからないとき、これ、長いときはね、意外とね、長い、重い、なんか癖で変とかってわかるんだよね。 で、それがさ、三つとも長いし重いし癖が変に出てるってなると何が悪いんだか分かんなくなっちゃう。何をしていいんだかね。で、そうじゃなくて何か変って単純に来た場合は短い場合が多いよね。これはカット初心者の方は注意だよね。ベテランになるとね、何が悪いのかってこうすぐ分かるんだよね。ああ、これ大体もう背中のクロス外せば何とか納得するかなとか、もうちょっと切る切らないっていうのを判断できるかなとかね。なんか長くて悩んでる。 ような場合でももクロス外すともう、OK、だったりねそうじゃなくてね、なんか変っていう時はね、なんか切りすぎの場合、ほんとに注意だよね。切りすぎて変なの、さらに切っちゃうっていうの、初心者の方はね。これ注意なんだよね。切りすぎて変なってっからさ、なんか変だけど、やっぱりよくしようと思ってもっと切っちゃってもっと短くなっちゃう。これが一番注意だよね。まあ、1時間かかった時のカットだけどね。あの時お客さんもね、 遠慮しにどんどん変更してくるんだよね。まあ、それは折り込んでんだけどね。変更するたんびにどん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 短くなっていっちゃうんだよね。中にはね、途中変更して長めに変更する人もいるから、これがちょっとわかんないんだよね。どっち転ぶかね。で、あの時は短め短めに変更していったからね。やっぱりどんどん時間がかかっちゃうんだよね。 まあ、やる前からね、あのお客さんは注意しないともう、ほんと1時間ぐらいすぐかかるってのは分かってっから、うちの方もね、もう昔っからやってっからね。な襟足の長さなんかね、もう最初に言われた通り、もうスパッと短くね、一発で切っちゃったんだけどね。ほんで、まあ、OK は出たんだけど、他が大変だったね。だいたいみんな途中でためらって長めにするんだけど、しなかったんだよ、今回な。で、どん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 どツボにはまってって。ちゅうか、お兄さんカットさ、襟足さ、いや大丈夫あれ、小学生みたく切ってなかったははは。<laughs> カメラ目線で、下向いてるからかなお客様が <laughs>。目の錯覚かまあそういうことで。はい、お疲れ様でした。